はい、ロッキー藤井とめぐちゃんこと国際部の西本めぐみです。はい、よろしくお願いします。連休いよいよ明けたですね。明けました、うん、よかったですか？そうですね、なんかバタバタして、うん、あっという間に過ぎて、うん、休めたのは休めたんですけどね、うん、休めてね、はい、私はおかげでね、はい、毎日ね、スタバに出勤、はい、午前中はスタバに出勤、午後からは会社に出勤、解禁症、解禁症ね、もう一日も休みなし。体の方は大丈夫ですか？健康なの分かってますけど、まあ、ね、まあ、はっきり言ってね、私の仕事なんかは遊んでるようなもんだよ、うん、遊んでないですね、好きでやってるからそう思うんですよ、ね、私の仕事なんか旗から見たら遊びそのもんじゃない？いやいや、そんなことないですよ、うん、ね、で、いよいよ、ね、うん、スタートしましたけど、はい、何か皆さん宿題の回答を来てますか？私の出番がないんですよ ね、うん、ね、皆さん多分連休中でまだ頭をひねってる途中かもしれない。質問ね、はい、質問ちょっと2つ読み上げてください、はい、質問1、現在はしないが、もし日頃から行っていれば、あなたの私生活に大きくポジティブな結果をもたらすと思うことを1つ挙げるとしたら、それは何だろうか、うん、で2つ目、うん、同様にあなたの仕事や専門分野でポジティブな結果をもたらすと思うことを1つ挙げるとしたら、それは何だろうか、うん、まあ、結構大きな質問で、うん、そうそう、真剣にちょっと考えないと、うんうん、ね、そじゃあ私からめぐちゃんに聞きます。めぐちゃん、質問1の回答どうぞ。私生活で大きなポジティブを持てる、うん、生活ね、うん、現在して、前に私も1回答えたと思うんですけど、うん、今はもうちょこちょこやってるんですけど、前も多分瞑想って答えたと思うんですよ、うん、ただ瞑想、うん、あともうちょっとちゃんとやらないといけないポジティブなっていうのは今もう一つあるのが、うん、読書です。あ、本たくさんあげてるわね。そうなん、もらってます、うん、もともと本、次から次と、そうなんです、学生時代本見るとこうなんなってたんですけど、うん、読まないと、うん、でも読み出すといろいろ分かってくると楽しいなっていうのに、うん、入って気づいたので、ここで、うんうん、私もね、毎日ね、この激しい読書のやり方やってるよ、うん、ね、社長 の読んで後にこう来るペースが、私ペースがまだ追いついてないので、ちょっと追いつけるスピードで読めるように、うんうん、なあ、難しいよ、うん、もう社長、速読レベルで多分もう、いや、ね、私は速読じゃないの、うん、中を徹底に理解しながら読んでるから、うん、結構スピード遅い、それで全部ね、PC に落とすの、うんうん、でも量を読むって言ったらすごいですよ、社長、うんうん、ね、最近ね、それと同時にスマホで読んでる、あ、 Kindle、 Kindle で、ね、Kindle で音声で、音声の方が確かに、ね、音声の Kindle、うん、ね、そうするとこのほら、何か散歩しながらとかね、うん、それで Kindle で読みながら、聞きながら、ね、うん、Kindle もスピードが1倍速 1.5 倍速2倍速ね、でも変えられる、倍速選べるのがいいですね、うん、変えられるしね、だから Kindle でね、本読むというのもあり、うんうん、で私はその全部ほら Kindle のデータを PC に落として、はい、最初ワードに落として、次 Excel に落として、ね、うん、だからこれ今はね、第3の習慣、これも実際そうなんです、ね、第3の習慣、ね、今度第3部、うん、第3部もこれ全部ね、Excel に落としてしまってるんです、うんうん、ね、で第4の習慣、ね、はい、で第5の習慣、ね、うん、第6の習慣、第な、あ、ここまだ入ってないよね今段階は入れてる、まだ今からね、うん、だけどこういうふうにね、データ化してね、で同時に私読むだけじゃなしに、これ使い倒す、うん、いろんなことに、ね、だからこの本を非常に役立たそうとすると、本を書いた人の気持ちになって、その本を書いた人のエッセンスを、ね、全部こう吸収してしまう、うんうん、そういうふうな読み方をやってます、うん、聞くのも、ね、内容は同じように入ってくるから、うん、必ずしも文字を読まないといけないというわけではないです、うんうん、だから聞くのとこのそれと同時に、これね、今日のこれ、この内容だって、うん、これね、この7つの習慣の
ね、第三の習慣、これそのものなんです、うんね、これそのもの本に書いてあるの、エクセル版に落としただけ、うん、そこに私がいろんなことを追加していってる、ね、見てる皆さん本読んでるのと一緒です、うん、本読みながらプラスアルファの情報がこう入ってる、うん、そういうことです、ね、そういうことです、うんはいはい、じゃあ次いきますよ、はい、それじゃあね、むきちゃん質問にどうぞ、はい、私の答えですか、うんうんね、仕事や専門分野、うん、いやそのために私は多分まだ勉強をしないといけないと思ってます、うん、新しいことにチャレンジしたりですとか、うん、それでね、私が絶対おすすめは今回の戦略、はい、戦略、うん、良い戦略、悪い戦略、ね、本もあげたわね、本あれ枕にして寝てない寝てないですよ、まあ机の上にくっと置いたらそのままもうそれを家に持って帰って、ね、寝るときに、ね、読むつもりが枕にして寝てる読みながらこうカウルを折ってるときがたまにあるんですけど枕になってないからちょっと心配だった。こうしながらたまに顔に置いてきてますね。ダンダンを呼んで。本当？入れて忘れた。ひょっとしたらね、枕にしてるか、ね、ほら椅子のね、お尻の下っていう。ね、大丈夫？そんな形ないです。ね、ああ本当。ちょっと匂いがついてないか心配だ。ちょっと持ってくるんですけど、はい、座ってないですから。ね、戦略はそうですね。ねしっかり理解してください、うん、で今回ね良い戦略悪い戦略ねあれ全部社内の全員にエクセルデータでメールで、ね、はい、メールで、ね、私も休みの間に全部徹底的に理解したからね、うん、みんなに共有しました、はい、でその中でね共有した中でね私が非常に面白いと思ったのがレンガ積みのほら話生産性を上げてね、うん、私もね中に入ってたところで非常に驚いたのがレンガを積む作業というのはもう紀元前以前ぐらいからずっとね、うん、やられてきてる、うん、レンガを積む作業というのはねところがね大体皆さん同じようにレンガ を積むためのモルタル、ねうん、をバケツか何か入れて床に置いてそれをこうほら塗ってねレンガ積んでいくわね。で1909年にある方がね1909年よ、うん、今からほんの100年前ね100年ちょっと前ね。である方がねあることに気がついたね。そのモルタル塗るために何回も何回もほらかがんだりねこの確かにそう塗ってまただんだん高くなっていったらこうやっていかないといけないで、ある時にねその方が1909年にねそのモルタルの高さを肩の高さにしたらどうだろうと、ねうん、で一時かがまんでいいように、うん、肩の高さというか一時かがまんでいいようにやったら生産性上がるんじゃないかと試したらね生産性2倍になった、うん、たったその一つのたったそうです、ねうん、だからうちの工場もは以前からほらパンタグラフつけてね、はい、機械を組むときにこうほらちょうどいい高さで組めるようにしてるね、はいうん、ありますありますねずっと以前から、うん、特に新打ちシリーズ組むときに、ねうん、この下にこうつなぎとか、うんうん、そうそう組むようにね、うん、でそれと最近ほら移動台車ね、うん、を今までは部品棚が固定の固定棚だったのを全部移動台車に変えて、はいこうあちこち移動できるようにしたわね、うんうん、これが全く あの新しい、ねうん仕組みで同時にまた今回のレンガ の積む作業の延長で、ね、あれレンガ積む作業のをこう延長線で、ね、非常によく分かったのがこのできるだけ移動距離をなくす、ねうん、機械組み立てるとかそんな移動距離をなくしていくでちょっと前にね何年か前に私はドイツのベンツの工場をね、はい、シュツットガルトのベンツの、ねはい、工場見学行っておったすごい、うん、ベンツのねで E クラスとか S クラスの生産ラインね、はいうん、実際にラインを見 ライン見たんですで実際にスタートするところから見たらねもう入っていくのが鉄板鉄板をスタートは鉄板、うん、スタート鉄板それをガシャッとプレスやってねそれをね
もう工場の中すべてロボット、もうロボットがその鉄板を掴んでね、はい、あのスポット溶接したりとか、ほんでそのだん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 ほらスポット溶接した鉄板が大きくなっていくじゃない、はい、それをこの組み立て場に移動させてね、うん、で同時に今の車の組み立て方っていうのは非常によく分かったのがモジュール、モジュールってね、例えば運転席のモジュールを、はい、このドアがついてない車はね、うん、もう色が塗られた車の車体がこう流れてくるからね、はい、そしたら運転席のモジュールが、ね、置いてあって、それをあのほらドアがつく、ドアの開口部があるわね、はい、そこからこう運転席のモジュールが差し込まれて、はい、それでもうセットするだけ、あ、うんね、もうもハンドルからもう出しパネルからもう全部部品がついてある、もうエアコンからすべて。すごい。うん。大体あれなんですか、今はそういう車の製造のラインそう大体一緒なんですか。いや同じ。もうね、昔は多分ね、あのハンドルつけたりとかね、うん、バラバラにやってた。ところが今はね、もう全部そういった部品がついてきたモジュールごとガシャンガサってやつ、うん、ね。うん。それと同時に最近は接着がものすごい多い。接着。うん。ガラスなんか全部接着よ。窓ガラス。あ、そうなんですか。うん。窓ガラス、前の窓ガラス、後ろの窓ガラス。前はどういうふうに、むしろん今はその接着じゃないですか、うんうん、前はどんな感じ、うん、ゴムのパッキンで、あ、うんうん、接着だったらもうパコーンってこうピシャッとひっついたらもうそれで終わりで、うんうんうん、で最近構造材もね、フレームなんかも一部接着になってきてる、接着剤の性能が良くなってね、なんで、うんうん、車の寿命のある間接着剤が生きてる、すごい、ね、うん、すごい接着剤ですね、うん、その、うん、だからね、最近の車はね、接着ね、あの、うん、ノリでくっつけた車が走ってる、ね、なんかでもそう言われるとそれで見てしまうと、あの車大丈夫かなって自分の車も大丈夫かなと思っちゃうんですけど、うんうん、でもそれで、ね、丈夫に動いてるから、うんうん、接着剤自体のクオリティがいいんでしょう、うん、そうですね、うん、じゃあちょっと元に帰りますね、はい、このような効果をもたらす活動はどれも第二領域、ね、うん、第二領域というのはどんな領域だったですか。緊急でないけど重要。あ、そうそう、うんうん、緊急でないけど重要 で例えばどんなものがそこに当てはまります。例えば、まあ、人材教育とか育成みたいなのもそうですし、ね、うん、準備、まあ、勉強もそうだ、そびに入ると思いますし、うんうんうん、後々にやっぱり大きく影響するもの、うん、今そこに成果が見えなくても、うん、後々にこう大きな成果になるような、うんうんうん、要は大事な部分ですね、うん、あ、そしたら第一領域は、第一領域は緊急で重要、うん、急ぎの例えばメンテナンスだとかそういうの、うんうんうん、事故とかね、事故とか、はい、ね、火事とか、うんうん、だから火事がそこ第一領域だったら、その起こらないようにするような行動が第二領域、だから火事が起こらないようにするのはどうやったらいいかと、ね、普段から訓練するとか、うん、火事が発生しないようなものを、うん、ガス器具を IC に変えるとかね、うんうん、とか、そしたら火事が起こりにくい、うん、じゃあ第三領域、第四領域とありますけどね、これはまあ、あの、大したことないから、うん、第一、第二で、うんうん、省きます、はい、うん、ね、どれも第二領域にね、効果をもたらす活動はどれも第二領域に入るんです、うん、それを実行すれば私たちの生き方ははるかに効果的になるんです、うん、ね、でここでね、一つ重要なことは、第二領域に入れるべきものは自分でできるということ、うんうん、自分でできること、自分ができること、ね、しかり、うん、入れたらいけない、うん、ね、例えば今のほら、あの、普段の学習ね、うん、これよく私も言うんだけど、サラリーマンが、ね、会社で働く時間は試合か練習会と、サラリーマンは会社で働く時間ですか、は試合か練習会とどちら、会社で試合、うん、試合ね、そしたら練習は、練習時間は、それ以外の自分の、うん、まあ、会社終わった後だったりとか、終わった後、ね、朝とか、うん、だからサラリーマンの人たち練習時間どうやってる、練習してないんじゃない一般的にね練習してない練習時間ほとんど取ってない、だからぶつけ本番の試合ですよ、うんうん、ね、だから毎日毎日ね、試合ばっかししてね、うん、要するに練習時間取ってないということはどういうことかというと、インプットをしてない、うん、
アウトプットだけ、試合というのはアウトプット、うんね、練習というのはインプット、ね、例えば筋肉を鍛えるとかね、うん、もういろんな形のインプット、うん、だからインプットしてなしにアウトプットばっかしやってたらどうなるかいと、もう出るもんなくなりますよ、もうあの、うん、中身がどんどん薄くなってね、空っぽになってくるわね、うんうん、だから一番大事なことはもう日々ねインプットし続けること、学び続けること、エンドレスに、うんね、これが今から生きる人たちの一番重要なこと、もう日々ね学び続けること、でそれをするためにね我々は e ラーニング作って作ってます e ラーニング作って、私もねやはり e ラーニングがこれからの人たちが学ぶのに一番学びやすい材料だなと思ってる、うん、例えば私なんかでも本読むはね結構本を開いて読むというのは読みづらいなと思う、うん、文字ばっかりずっと見るのも、うんね、文字ばっかし、うんね、で最近本離れが進んでね本は読まないけど漫画を見るとか、うん、ゲームをやるとかいう人多いやん、やっぱりそのビジュアルでこう捉えながらっていうのが、うんうんね、だからそういうふうな意味で当社の e ラーニングは、ね、非常に学びやすくしてるね、うん、そうですね、見ながら聞きながら、うんうん、見ながら聞きながらながら作業ができる、そうそうそう、ね、そうとは言いながらコンテンツはいいよ、めちゃめちゃいいです、うん、大事なこといっぱい言ってますし、うん、いろいろ詰まってるけどそれをその、うん、堅苦しくは多分 、うん、ないと思います、うんうん、私が言った方がちょっと堅苦しいかもわからない、まあ、でもね、うん、アニメーションになってたりとか、うんうんうん、アニメになってもいいと思うね、そうですそうです、うん、だから、うん、レシピとかもね一緒に見ながらこう、はい、同じ行動でやってもらえるから、うん、分かりやすいと思います、うんうん、だからちょっとね今のほらイーランのラーメンの反省で、うん、今度うどんパンを今始めてんだけど、はいね、明日もうどんパンの方をナレーションを入れるんだけどね、うん、うどんの方はどうしてるか言うと掛け合い、うんうんうん、人でやらない、掛け合い、ね、掛け合いで少しエンターテインメント性出した、お、ね、掛け合い、だからほらこれも掛け合いやるね、これ人でやったら全然面白くないよひたすらこの難しい内容を喋るのは確かに、うんうんうんね、で同時にね掛け合いでやったらいろんな質問が出たりとかなんかするからもう分かりやすくそれをビビッドに伝えやすい、うんうんね、でじゃあ次いきますよ、はい、あるショッピングセンターのマネージャーに同じ質問をしてみた、うんね、日頃から行えばあなたの仕事に大きくポジティブな結果をもたらすと思うことを一つ挙げるとすれば何ですか、ね、だからこれはこれもねマネージャーができることでということ、うんね、マネージャーができないことじゃない、マネージャーができることでね、非常に成果が上がることは何ですかと聞いたらね、うんはい、ほとんどのマネージャーから同じ答えが返ってきた、うん、ショッピングセンターに行っている店の店長たちと有益な人間関係を築くことであると、うん、これは第二領域にいる活動だ、うんね、次に彼らがその活動に割いている時間を分析してみた、結果はどうかというと勤務時間の 5% にも満たなかった、うん、無論それにはそんな理由がある、次から次へと問題が起きるのだからどうしようもないとみんな口々に話す、報告書を書かせなきゃならないし会議もある、問い合わせに対応しなきゃならないし電話をかけなきゃならない用事や中断に次ぐ中断もある、彼らは第一領域の用事に朝から晩まで追われていた、要するに第一領域やね、うんうん、追われていた、 テナントの店長たちとコミュニケーションを取る時間がないも同然だった、かろうじて話す会といえばテナント料の集金とか広告の打ち合わせとか、うん、出品センターの規則違反を注意するとか契約に関することばかりでネガティブなエネルギーに満ちていた、うん、人間関係を築くコミュニケーションとはほど遠いものだった、一方テナントの店長たちは成長どころか日々生き延びることに四苦八苦していた、店員の雇用コスト在庫等々頭を悩ます問題を山ほど抱えていた、ほとんどの店長は経営の教育を受けたことはなく何人かはビジネスでは優秀な人もいたが
助けが必要だった、だからショッピングセンターのマネージャーとはできれば顔を合わせたくなかったのである、ね、うん、むしろ合わせたくなかった、うん、これね今回面白い発見した、同じようなこと社内、うん、今ね社内で面接始めてる、あ、個人個人面接、うん、3年後のなりたい自分というテーマを出すよね、はい、うん、それでねこの間息子さんとやった、あ、もうしたんですか休みの間に出てきたとかね、はい、息子さんとやった、むちゃくちゃ面白かったよ普段であんまりなかなかね本に話さないから、うん、どんな内容で面白かったと思う、息子さんが想像つかないで、なんかどんな内容だったんですか、ロシア、あ、彼ロシア出身じゃない、うん、そうですよ ね今ね、うん、大変な、あ、でね、一般的に報道されてる内容と彼から聞いたロシアの現状全く違う、全然違うんですか、全然違う、それやっぱりで、ね、息子さん家族あっちにいらっしゃるし、うん、一番 現場のことを知ってる人だから、うんうん、でね、一番驚いたのはロシアではプーチンはね、ね、今回ほらプーチンが戦争してるの見えるやん、見えます、ね、見えます、でプーチンのプーチンによる戦争って言われてるやん、うんうん、ね、ね、とかロシアはなの国民たちは何を思ってるかというとプーチン情けないと、うん、なんでその体たらくだと、あ、そういうふうにロシアの国民はね、なんでこんな体たらくなんだ、うん、うん、ね、うん、なんでキーウがこんな時間かかったんだ、ね、ダメになったんだ、ね、もっとしっかりやれと、はい、うん、全然そういうの日本のニュースでは流れるんですよね、全然ほらな違うニュアンスが流れてくる、うん、ね、ロシアで反戦デモがあるとか何とか言って流れてくるけど、うん、実際そうじゃないんだ、ね、ロシアの国内ではなプーチンはそれなり支持率は高いけど、うん、ね、それでもロシアの国民は不満なんだと、なんでもっときちっとやれんのか、うん、で俺もねやはり今回の戦争についても感じるんだけど、うん、やっぱり何のためにこんな戦争やるかというと国民幸せにするためではない、うん、ね、でなかったらやっちゃいけないと思う、うん、結果として国民幸せにすることできないんだったらね、うん、会社だって一緒やねな、社員を幸せにしたりお客さん幸せにすることできなかったら会社なんかいらないじゃん、うん、そうです、で同時にね彼が言ってたのはロシアはねもう食料の国だって、食料の国、食べ物、海産物ね、うん、ほら今回日本はロシアとほらね、このロシアをあのほらアメリカとか、ね、ユーロに習って、うん、あの制裁対象国にしたじゃない、うん、で北海道の海産物が全く入ってこようになって、うん、ね、でロシアは海産物もね要するにあの非常に広いから、うん、それで農業の国でもある、あ、うん、戦争がね長引いてしたってねロシア人全然困らないと、食べるもん何部でもあると、あ、農業でそういう自分たちの国で全部、ね、うん、うん、だから海外のブランドがそんな入るようになったんで何とも思ってないと、ね、もう自分たちの国だけで、あ、食べるもん何部でもあると、うん、ね、でそれから私はね非常に気づかされたのは日本もこれから農業を目指さないかなと思った、うん、ね、だからあのマンダラートに農業って見て、はい、書いてました、うんうん、やっぱりね農業を持ってる国強いよ、うん、ね、あのウクライナだって農業国だって、うん、ね、世界の小麦のうち、ね、小麦の生産国で、で私はあのウクライナ行ったことないけど隣のベルラーシ行ったことある、あ、そうですね、行かれてました ね、ベルラーシ行って、うん、で蜂蜜がねベルラーシむちゃくちゃ盛んだって、うん、いろいろほらもらって、ね、うん、今回も送ってもらって、ね、うん、いろいろ試してやはりあの辺はね農業国だから日本の国もね ああいうふうな海外で農産物をもっと作ってもいいなと思った、うん、日本の会社とか、はい、日本国自体が海外で土地を買って農業の、うん、生産 して、ね、うん、
ということをやっていったらいいなと、うん、で同時に感じたのはね、あの農業の生産性が低いね、農業の生産性、ね、うん、飲食もの生産性低い、うん、だから生産性を上げるような機会とか、はい、なんかもっともっと我々できることあるなと、うんうん、その辺も思ったよ、うん、じゃあ元に帰りますね、はい、うん、彼らにしてみればマネージャーとのコミュニケーションは問題が一つ増えるだけだった、うん、そこでマネージャーたちは主体的に行動することでした、うん、だからここでね、要するにマネージャーと店長とのコミュニケーションを取る場を作ったということなんですけどね、うん、私はあの社員の人たちとコミュニケーションを今までできてなかったところをするようにして、うん、やっぱり良かったなという、まあ今からもね全員やっていかなきゃいけないんだけど、うん、そこでマネージャーたちは主体的に行動を取ることにした、ね、自分たちの目的価値観優先すべきことを決め、それに従って勤務時間の3分の1のテナントの店長たちとの関係づくりに使うことにした、私がこのショッピングセンターのマネージャー研修に加わった1年半の間に、テナントとの関係改善に費やされる時間は 20% くらいに増えた、以前の4倍以上、それだけじゃなく彼らは自分の役割を見直した、店長たちの聞き役に回りトレーナーとなりコンサルタントになったんである、店長たちとの交流の時間はポジティブなエネルギーに満ち溢れるようになった、それは絶大な効果を発揮した、時間やテクニックよりも人間関係や目的の達成に目を向けることによってショッピングセンター売上を伸ばし始めた、新しい経営手法を学んだテナントは経営を軌道に乗せ、マネージャーたちはより効果的になり充実感を感じられるようになり、新規のテナント希望者が増え、現在のテナントの売上増に伴って賃貸料収入も増えた、ね、いいことづくめ、いいことばっかりですよ、うん、だから賃貸収入増えるというのはこれは成果ね、うん、このショッピングセンターにとっての成果、うん、本当はこれが一番望ましいね、うん、でそれをのやるための一番効果的な、まあ先行しようみたいなことだよね、効果的なのが、うん、要するに、マネージャーが店長たちとのコミュニケーションの時間を取ると、うん、これが非常に大きい聞いてた、うんうん、マネージャーたちは警察官のようにテナントを見張る立場ではなく問題を解決する協力者になったんである、うん、大学生、組み立てラインの労働者、主婦、ファッションデザイナー、会社の社長、誰であれ第二領域に何があるのか自分に問いかけ、うん、それらの活動に主体的に取り組めばこのショッピングセンターと同じような結果が得られる、あなたの効果性は飛躍的に向上するだろう、先を見て考え問題の根っこに働きかける、働きかけ危機に発展する前に対処するのだから、うん、第一領域の危機や問題は管理できる範囲まで減っていき、たとえ問題が発生してもすぐに解決できるようになる、時間管理の世界ではこれはパレートの法則という、つまり活動の 20% が結果の 80% を生むのであると、ね、この辺よりいいですか、はい、20対8の、ね、法則と法則、うんうん、よく言われますね、はい、はい、じゃあ次いきますよ、はい、ノーというためには、ね、第2領域に使える時間を作るには、うん、第3領域と第4領域の時間を削るしかない、うんうん、で第1領域はどうなるかというと、第一領域、第二領域やってると第一領域はな減っていく、なんか小さくなっていく、うん、ゼロにはならんだろうけどね、うん、ただその量がだいぶ減る、だ、うん、減っていく、うんうん、だから最初にやらんといかんのは、ね、第二領域の時間を増やすために、うん、第三領域と第四領域の時間を削る、うんうん、第二領域の予防や準備の活動に力を入れていけば緊急で重要な活動の第一領域は徐々に小さくなっていくが、最初からこの領域を無視するわけにはいかない、とりあえずは第三領域と第四領域から第二領域の時間を捻出するしかない、第二領域の活動には自分から主体的に取り組まなくてはならない、さもないと第一領域や第三領域にすぐに飲み込まれてしまう、
第二領域の重要な優先事項にイエスというために、他の用事がいくら緊急に見えてもノーということを学ばなきゃならない、うんうん、これ実際のコビーさんの奥さんね、はい、うん、しばらく前妻が地域活動の委員会から委員長になってほしいと頼まれた、うん、その頃妻はそれこそ重要な仕事をたくさん抱えていたから本当は引き受けたくなかった、うん、しかし再三の依頼にどうしても断りきれずとうとう了承してしまった、うん、それから妻は親友に電話しこの委員会の委員になってくれるよう頼んだ委員長、自分が委員長、ね、この友達にね、それで私が委員長になったからあんた委員になってねって頼んだ、はい、うん、ね、友人はしばらく話を聞いてから言った、うん、サンドラ本当に素晴らしいプロジェクトだと思うわ、きっとやりがいがあるでしょうね、声をかけてくれて嬉しいわ、光栄よ、でもね、いろいろと事情があってどうしても都合がつかないの、今回は遠慮させていただくわ、でもあなたが声をかけくださった本当に嬉しいのよ、ありがとう、うん、ね、ものすごい上手な断り方や、そう、めちゃめちゃ丁寧に綺麗に断ってます、うん、こういうふうに断られたら、うん、なんか言える、何も言えないですこんな断り方、うん、このサンドラという女性ものすごく頭のいい、ね、素晴らしい人だよね、そうですね、あ、サンドラじゃない、友人の方、友人の方、うん、友人の方、こう言われるともう何も言えないですからね、うん、言えない、うん、私は何も意義ある奉仕活動には関わらない方がいいと言ってるわけではない、このような活動は大切だ、だが私にとって一番重要なこと、もっと大切にすべきことを決めたら それ以外のことには勇気を持ってね、勇気を持って明るくにこやかに弁解がましくではなくノーと言えなきゃならない、うん、これが難しい、これが難しい、そうですね、うん、ね、私も思います、それが明るくにこやかに、ね、うん、ノーと言えるかと言われるとためらわずにノーと言うためにはそれよりも強いイエス、もっと大事なことはあなたの内面で燃えているものがなければいけない、うん、燃えていなくてはならない、うんうん、多くの場合最良の敵は良い、これと最良の敵は良い、最良の敵は良い、意味わかる、最善とかほら、うん、最良の敵どういう意味ですね、うん、だからそのいいっていうものがいっぱいあってそれをポンポンやって結局大事なそのものベストを逃してしまうっていう感じなのかなと思うんですけど、うんうん、これね多分ね本当に重要なものと重要なものの違いとか、うんうんうん、これよく言われるんだけどそういうものと同じじゃないかなと思うけどね、悪いって言われたらまずそれは選ばないと思うんですけど、うんうん、いいって言われたらやっぱそれも やっちゃわないと とか言っちゃうじゃないですか、うんうん、結果さ多分一番いいのを逃してしまうとか、うん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 、そういう感じの意味合いなのかなとは、うん、多分そうやろね、うんうん、だから最良を選ばなければ意味がないと、ね、うん、意味がない、うん、ね、いくらいいばっかりいっぱい集めても、うんうん、最良っていうところにはいけない、うんうん、あなたは何かに対しては必ずノーと言ってきたことを思い起こしてほしい、目の前に現れた用事が緊急に見えなかったとしても、うん、それははるかに重要で、うん、緊急の用事が良いものであってもそれを端から受け入れていったらあなたにとって最良のものに手が回らなくなる、うんうん、これはね、これよう分かるわね、はい、うん、あなたしかできない貢献ができなくなるんである、うん、だから貢献とは自分ができる最高に成果が上がるものは何か、うんうん、自分ができて最高に成果が上がるものは何か、うん、自分にしかできないもの、うん、ある創業大学、ある総合大学で広報ディレクターを務めていた時、うん、実にしたい時でクリエイティブな才能豊かなライターを採用した、うん、採用から数ヶ月経ったある日私は回ってた研究の仕事を彼に頼みに行った、うん、彼の返事はこうだった、先生からのご依頼でしたら何でもしますが、うん、その前に私の状況を説明させていただけませんでしょうか、うん、そして彼はホワイトボードがあるところに私を連れて行った、
そこには彼が取り組んでいる約20数件の仕事、うん、それぞれの締め切りと評価基準が書いてあった。どれもすでに話し合いで決まっていた仕事ばかりである、うん、彼はきちんと自己管理ができる人物だった。だからこの緊急の仕事も頼むなら彼しかいないと思ったのである。ね、物を頼むなら忙しい人に頼めと昔から言うではないか、うん、次に彼はこう言った。先生が今おっしゃっている仕事は数日かかります、うん、それを入れるとなるとこのボードにある仕事のどれを遅らせるかキャンセルすればいいでしょうか。私はいずれも責任を取りたくなかった、ね、私は単に緊急事態に対応しようとしていただけだった。そんな理由で有能なスタッフの仕事を邪魔したくはなかった。彼に頼もうとしていたのは緊急の仕事だったが重要ではなかった、うん、だから緊急対応を行う別のマネージャーに頼むことにしたと、うん、はい、この人もものすごくあれ、ね、判断力のある人やね、うんうん、誰でも毎日多くの物事に対してイエスかノーを選択している。正しい原則を生活の中心に置き人生のミッションを自覚していればその都度効果的に判断する知恵を持てるようになる、うん、私はいろんな組織やグループにコンサルティングの仕事をするとき自分の時間と人生を効果的にマネジメントする方法はバランスよく優先順序をつけそれを受け付ける、それを実行することだと教えていると、ね、要するに優先順序ですね。そう、うん、まあ、それがなかなか難しいんですけど、まあ、イエスの決めてっていうのが、うん、それから次のような質問をする、うん、次の3つのうちあなたの一番の弱点はどれだろうか、ね、優先順序を決められない、ね、うん、これもよくあるかもわからんね、うんうん、優先順序を決められない、うん、で2つ目が優先順位に従って計画を立てられない、うん、または計画しようという意欲がない、はい、で優先順序に従って計画を立てられない、うん、または計画しようという意欲がない、うん、ね、3つ目は計画に従って行動するよう に自分を律することはできない、うんうん、するとほとんどの人は1番の弱点は、ね、3番目だと答える、うん、3番目というのは計画に従って行動するように自分を律することができない、うん、要するにセルフコントロールの問題よね、うんうん、自分を自分でそういうような方向に持っていくことはできない、うん、しかしよく考えてみればそうではないと私は思う、うん、根本的な問題は彼の言っている優先順序が頭と心に深く根付いていないことだ、うん、ね、要するに第二の習慣がしっかりと身についていないのである、うん、第二領域という言葉を認識していようがいまいがそこにいる活動が大切であることは誰も分かっている、うん、だからそれらの活動に高い優先順序をつけ何とか自分を律して何とか自分を律して生活に取り入れ、うん、実践しようと努めている、うんうん、しかしミッションステートメントを定め、うん、原則を生活の中心に置いていなければその努力を続けていくための土台がないのである、うん、ここで出てきたよ、うん、ミッションステートメントを定め原則を生活の中心に置いていかなければ、うん、その努力を続けるための土台がない、うん、ね、だから原則を、ね、この、うん、生活の中心に置く、うん、その以前にミッションステートメントを明確にする、うんうん、自分が自然に取る態度や行動いわば表に出ている葉っぱだけに働きかけてその元となる、うん、なっている根っこ、自分の基本のパラダイムを見つめ、うん、それが正しいかどうか考えてみようともしないからだ、うん、第二領域を重視するパラダイムは原則中心の考え方から生まれる、う
仮にあなたが配偶者を人生の中心に据えていたら、あなたはお金、友人、娯楽、その他の外的要因に中心を置いていたら、それらの影響力に反応し、第一領域と第三領域に簡単に逆戻りしてしまうだろう、うん、第二領域に置かないと原則 を、ね、この原則中心の原則じゃなしに他のも原則に置いて、ね、うん、置いてしまった場合、うん、ということですね、はい、意思の力だけでは自分中心の生き方を効果的に律することはできないのである。建築の世界にも形態は機能に従うという言葉がある。これあのめぐちゃんわかる？形態は機能に従う、うん、携帯ね、携帯形は機能、うん、機能、使い勝手とか、うん、ほらね、だから車だって一緒やね、車の形は、はい、ね、機能、使いやすさとか、ね、うん、ユーザビリティ、はい、ね、だから車はだいたいほらヘッドランプが前に2つあってね、うん、それからあのウィンドシールド、ね、はい、前面のほらガラスがあって、うん、で屋根があって、でドアがあって、うん、で、前方にエンジンルームがあって、うん、でいろんな操縦する装置があって、うん、それとインストルメントパネルとか、うん、だからそういうふうなね、携帯、車の形は機能に従う、必要な機能、そういうに合わせて形が変わっていくってことですね、うん、できてる、うん、そうです、そうです、うん、人間も顔も一緒よ必要最低限の、うんうん、ね、ね、鼻は呼吸するための鼻、穴が2つないとダメっていう、うんうん、食べる、ね、物を食べる口、うん、口、歯も必要、うん、見る目、目、うん、聞く耳、そうですね、最低限パーツが絶対必要なものはみんな揃ってます、うん、揃ってるね、うん、あとはその位置と距離とサイズと、うん、それがね、ね、携帯、携帯なんや、うん、ね、携帯、うん、携帯ね、その携帯、うん、バランスがいいかどうか、ね、機能にしたら、機能、必要な機能、うんうん、必要な機能はついとるけど、ちょっとバランスが悪い人もいたりする、ね、うん、います、うん、ね、俺人のことは言えんけど、みんな同じ顔じゃないですからね、うんうん、これと同じ、うん、で、マネジメントはリーダーシップに従う、うん、マネジメントは、だからリーダーシップが主、うん、マネジメントが方法が決まらないとっていう、うんうん、そうそう、ね、何が正しいかね、うん、あなたの時間の使い方はあなたが自分の時間や優先すべきことをどう捉えているかで決まる、うん、原則中心の生き方と個人的なミッションに基づいて物事を優先順序を決め、それがあなたの心と頭のに深く根付いている、うん、あなたにとって第二領域は自然と喜んで時間をかけたい場所になる、なるはずで、うんうん、自分の中で大きなイエスが赤くと燃えていなければ、燃えていなければ忙しくしているだけで、それらの満足を得られる第三領域の仕事や、気楽に時間をやり過ごせる第四領域に逃げ込む誘導にきっぱりとノーということはまずできない。自分が持っているプログラムを見つける自覚があれば、想像力を生かしを働かせ、良心に従って原則中心の新しい自分だけのプログラムを書くことができる、うん、ね、そのプログラムこそがあなたにとってイエスとなり、その以外の大切ではない要件に心から本音でノーと言える意思の力を持つことになると、うん、はい、はい、いいですか、はい、はい、では今日はここまでにしましょうかね、切り、はい、がいいところで、うんうん、切りがいいところで、次から第二領域に入るためには、はい、はい、それではですね、今日も面白かったね、うんうん、次87回ですね、うん、それじゃあちょっともう印つけときます、はい、うん、皆さんまだまだこの質問1に皆さんの回答待ってますんで、ああ本当にね、うん、ちょっと欲しいね、うん、あのもうどんなことでも皆さんそれぞれ絶対回答は違うし、あ、で、あのバックグラウンドも違うから、うん、全く同じ答えにもならないし、うん、逆にあこういう答えもあるんだってこっちも思うと思うんで、うんうん、次回知りたいですよね、皆さんがどういう回答を持ってるのか、そう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 ね、
正解がないですからこれに関しては、うん、次は第二領域にいるためにはと、ね、うん、いよいよ確信になってきました、はい、うん、大事なところですね、これ第二領域入るためには、うんうん、はい、はい、できました、はい、それでは皆さん、はい、ね、また来週まで、はい、来週またお会いしましょう、はい、お会いしましょう、はい、どうもありがとうございます、ありがとうございます。